カットライン。俺の名前はヒロシ。ある運命のいたずらで小学校の頃からの親友飯田ケンケンと壮絶な抗争を繰り広げることになりました。ケンケンは大手商社飯田グローブの御曹司、家政婦付きの豪邸に住んでいて、家庭教師に料理人、医者や整体師、カウンセラーなどあらゆる専門家が彼の面倒を見ていました。一方俺は裕福とは程遠い家庭に生まれ育ちました。ことの発端は高校2年の時です。ケンケンにはマリモという彼女がいたのですが、ある日二人は些細なことで喧嘩して、両方が俺に愚痴を言ってきたのです。マリモのやつ、俺のことなんだと思ってんだが、だいたい話もつまんねえし、顔も大して可愛くねえくせによ。おい、そんなこと言うなよ。別に悪気があったわけじゃないだろ。いや、完全に悪意の塊だね。ああ、俺卒業までに別女と付き合おうかな。ちょっと冷静になれって、あんないい子いないぜ。ヒロシはどっちの味方なのさ。俺たちは3人とも味方だよ。ねえ、どう思う？ケンケン絶対浮気してるよね。俺はそう思ったことないけどな。あいつ2人で遊んでる時とかいつも女の子ばっかり見てるんだよ。私のこと好きじゃないならはっきりそう言えばいいのに。頼むから俺を巻き込まないで。ヒロシ君、ケンケンから何か聞いてるでしょ。あいつ絶対私の悪口言ってる。まあ仮にそうだとしても本心じゃないよきっと。ちょっと LINE 見せて。あ、プライバシーの侵害はちょっと。いいから見せて。見せられないってことはヒロシ君も私のこと悪く言ってるんでしょ。そんなことない、そんなことない。ただなんやかんや言って二人がこんな感じなのはいつものことでした。大抵その日の夜にはどっちかが謝って。さっきはごめんマリモ。私の方こそ言い過ぎたよ。俺マリモのこと愛してるからさ、明日も手つないで学校行こうな。うん、ってなるのが恒例でした。ところが今回ばかりはいろんな不幸が重なって。まあどうでもいいけどさ。ところでヒロシ、彼女作んねえの？ゆかりとかさ、カナエとかさ、結構可愛くね？お前いい感じだったら俺付き合っちゃうよ。ああ、やっぱり浮気してるじゃん。違う、そらほら男子特有のノリってやつで。もういい、ケンケンは私のこと好きじゃなかったんだ。ちょうどいい女だと思って遊んでたんだね。見なかったことにしてあげて。なんか疲れちゃったよ。ヒロシ君は私のことかばってくれてたんだね。ごめんね、疑ったりして。俺のことはいいの。マリモの彼氏はケンケンでしょ。あいつ悪態ついてすっきりしたからそのうちまた謝ってくるから。ううん、うん。ヒロシ君、小学校からの親友なんだもんね。そのヒロシ君に言った言葉がケンケンの本心だと思うよ。それから案の定ケンケンはマリモに謝罪の LINE を入れたそうなのですが。さっきはごめんねマリモ。考えてみたら俺も誤解させるようなことをしちゃってたよね。もういいよ、仲直りしよう。うん、うん、もういい。もういいって別れよ。いや待ってよ、俺たちいつも乗り越えてきたじゃんか。ヒロシ君に全部聞いちゃった。ケンケンが私のことを何とも思ってないのがよくわかったよ。あいつチクったのか。マリモ誤解なんだ。ただ喧嘩の勢いで話持っちゃっただけで。これだけ言わせて、仮にも彼氏だったら自分の彼女のことは一番にかばうもんでしょう。私は本人が見てないところで味方になってくれる人を信用したい。あの野郎、ヒロシなんてことしてくれたんだ。マリモに振られちゃったじゃないか。いや俺のせいにしないでくれる。俺ケンケンのこと必死で弁護したんだぜ。ただマリモが熱くなっちゃって、もうあれが何言っても全部悪い方に捉えてさ。そうか、確かにヒロシはそんなやつじゃないもんな。そうでしょ。うん、明日学校でマリモと話してみるよ。翌日ケンケンとマリモは授業の合間に何度も話し合いました。しかし二人の溝は深まる一方でした。お前だって他の男子と遊んでるじゃんかよ。それはしょうがないじゃん、私だってケンケンのために生きてるわけじゃないんだから。だったら浮気浮気ってうるさく言うなよな。他にいい子がいれば乗り換えたいくせに。それはヒロシが言ったんだろ。ヒロシ君は何も悪くないからね。ほら、お前こそヒロシのこと好きなんじゃねえの。別にそんなんじゃないったら。でもヒロシ君は少なくとも私の悪口言わなかったです。結局マリモの気持ちが戻ることはなく、二人はそのまま破局してしまいました。それからマリモは気まずくなったのか、すっかり学校に来なくなってしまったのです。マリモ、俺こんなこと望んでなかったのに。ケンケンごめんな、俺のせいで。ヒロシのせいじゃないよ、何もかも俺が悪かったんだ。マリモのことあんなに好きだったのに、もっと大事にしてやればよかった。この事件以来俺とケンケンの間にも妙な距離感が生まれ始めました。あ、いや、あ、
ああ、ゆうべ眠れた？ああ、ちょっと寝不足。そうか。じゃあ、後でな。俺が思うに、ケンケンは心のどこかで俺を許せずにいる部分があったのかもしれません。おや、今日は大竹は休みか。じゃあ、ピッチャーヒロシ。俺野球部じゃないんですけど。打たれたって別にいいんだ、試合じゃないんだから。まあ投げれないことはないですけど。この日は体育の授業で野球をやっていました。俺は途中からピッチャーをやらされ2人連続で打たれてしまいました。そして次に打席に立ったのがあの男、ケンケン。彼は何も言わずじっとバットを構えていました。俺もまた何も考えずただ全力でボールを投げました。しかしボン！あ、ごめん！ケンケンの打球は俺の顔面を直撃。俺はその場で気を失ってしまい病院に搬送されることになったのです。ヒロシ、よかった。今何時間目？もう夕方だよ。マジか。あいたたたたた。大丈夫？ごめんよ、まさかこんなことになるなんて。気にすることないよ、狙ったわけじゃないだろう。幸い命に別状はなかったのですが、俺はこの怪我の後遺症で大きな音を聞いたり考え事をしたりすると頭痛と吐き気を催すようになりました。そのためろくに学校に行けない状態が続き、自宅学習を余儀なくされたのです。俺は焦りました。というのも俺が進学を志望していたのはケンケンと同じ名門大学、学力的にも経済的にもギリギリいっぱいのラインです。よっヒロシ、勉強はかどってる？わかんない。俺受験失敗したら家出ないといけないんだよ。オッケー、二人で頑張ろうよ。ほら、ヒロシのために参考書用意しといたから。え、これくれるの？ヒロシんち貧乏だろ。だけど俺はどうしてもお前と一緒に行きたいんだ。二人で進学して二人で卒業しよう。そしたら親父に言ってヒロシをイータグローブの重役に推薦してやるから。ケンケン、お前は一生の友達だ。将来はイータグローブに就職して二人で一緒に成功しよう。俺はケンケンに励まされて最後まで諦めずに勉強し続けました。ところが運命の受験当日、信じられないことが判明したのです。ヒロシ、手応えどうだった？なぜだ、なぜ勉強したところが出ないんだ。ああ、その様子じゃ厳しかったみたいだね。どうして、どうして勉強したのに、参考書何度もやり直したのに。俺先に帰ってるから、あんまくよくよすんなよ。後になって分かったことですが、ケンケンにもらった参考書は旧式でこの年の試験範囲をカバーしきれていなかったのです。当然結果は不合格。ケンケンだけが大学に受かり、俺たちはついに別々の人生を歩むことになりました。俺一年浪人しようかな。アルバイトでもして勉強を教えてよね。ケンケン、なんで既読つかないの？それからケンケンは突然音信不通になり、俺の知らない場所へ引っ越してしまったのです。その時になって俺はようやく理解しました。あいつはマリモの件で俺のことをしっかり恨んでいて、受験に失敗するようわざと古い参考書を押し付けてきたのだと。俺を一人にしないでくれ。俺にはもう後がありませんでした。親との約束を果たせなかったため実家にいさせてもらうこともできず、人生計画も親友も全て失ってしまったのです。ヒロシ、お前が悪いんだ。お前は親友の彼女に手を出そうとした、そうとしか思えない。これは俺を裏切った報いなんだ。怒りや不信感というものは放っておくといつの間にか大きく育ってしまうのです。それから俺はすっかり人生に絶望し、学費に当てる予定だった半端なバイト代を握りしめて当てもなく旅に出ました。それからおよそ10年後。やっぱりみのりにはこういうところがお似合いだ。とりあえず部屋行こう、テラスで風浴びたい。イータグローブで課長の役職を手に入れたケンケンは仕事にかこつけて恋人の香原みのりと高級ホテルを訪れていました。すごい、今まで泊まった部屋で3位以内に入るかも。一番を見せてあげたかったな。それはハネムーンにとっておきましょう。そうしよっか。新婚旅行どこがいい？ラスベガス？シンガポール？埼玉。 Oh my god、 なんか喉乾いちゃったな。ルームサービスとるけどなんかいる？適当に決めて、私ちょっと夜景眺めてるわね。はいはい。数分後。はいはいはい。お待たせいたしました、ルームサービスでございます。おいおい、お前ヒロシじゃねえか。ケンケン様がおいでになると聞いておもてなしに上がりました。マジかよ、ここで働いてるなんて、久しぶりだな。10年ぶりか？さようでございます。お前も立派になったもんだな。ここ時給いくわよ。
私めはただ働きでございます。ただ働き？まあお前じゃ正規に雇ってもらえねえよな。で年収いくらよ？あ、先に言わねえと失礼か。俺はまあ課長になって今年はまあ大体1200万ぐらいかな。私の年収は240万でございます。マジで？冗談抜きで？はい。おいおいおい、こんな高級ホテルに就職したと思ったら夜勤の底辺かよ。一体どこで差がついちまったんだかね。あら、こんばんは。こんばんは。みのりやめとけ。こいつとお前じゃ話合わねえよ。え、知り合い？こいつとは小学校から高校まで一緒でさ、ほんと笑えるやつなんだよ。マジでド貧乏だし、性格もめめしいし、何かとついてなくってさ。あ、今はみのりと幸せにやってるから関係ねえっちゃ関係ねえけど、正直あのことまだ忘れたわけじゃねえから、俺の女に手出すんだよな。さようでございますか。ああ、さようだよ。みのり、こいつと口聞くな。こいつ人の女見るとすぐ妬むんだよ。ゆっくりどうぞ。ケンケン、すごいね。何が？正直すごいとこ多すぎてどれのこと言ってんのかわかんねんだわ。あの大平ひろしにあんなこと言えるのケンケンだけだよ。なんでひろしのこと知ってるの？なんで？まあそれなりには情報入ってくるしね。ちょっと何言ってるかわからない。もしかして仲悪いの？ここのオーナーさんだよ。はあ、寝た？寝てない。やちゃん、ネタで言ってる？あら、本当に知らないんだ。そう、何を隠そう、このホテル俺が経営しています。ここだけじゃなく、他に3つの高級リゾートと4系列のホテルチェーンを全国各地に展開しています。実は大学受験に失敗し放浪の旅に出た時、全財産を投じて様々なホテルに泊まったことで、ホテルという場のあり方に興味を持つようになりました。それがきっかけでホテルに就職、その後独立して贅沢感をしっかり出しつつ気づかれしないホテル作りに取り組んできました。おーい、おーい、ひろし。何？さっきはなんかごめんね。別に悪気はなかったし、年収低いとかそんなの俺全然気にしてないんだよね。落ち着け、何が言いたいの？なんだろう、どうしたのかなって。何気なく予約表見てたらお前の名前があったんだよ。それでここに来れば会えると思って駆けつけたんだ。そっか、ありがとうな。お前社長になったんだって？なんだよ、年収200いくらとかってあれ冗談かよ。いや本当だよ、税金かかるだけだから役員報酬240万に抑えてんの。じゃあまだ俺の方がちょっと金持ちだな。まあ何も分かってねえんだな。個人資産だけで軽く500億超えてるよ。昔のよしみで一つ教えといてやる。お前飯田グローブの後継ぐつもりなんだろ。まあな、俺も近いうち社長になるからさ。そら諦めろ、あそこは俺が買収する。敵対的 TOB か。敵対的 TOB とは、相手企業の取締役会の同意を得ずに株の公開買い付けを行うことで、まあ早い話金で支配するってことです。やめてくれ、あそこに俺の人生がかかってるんだよ。お前と行きたかったな大学。俺だって同じ気持ちだった。あの参考書さ、わざと古いやつ渡したろ。それは知らないなんて言うなよ、俺をバカにすることになる。いや、ゴッドファーザーかよ。ゴッド株主ですけど何か。いやー待って、一生のお願い。分かった、俺が悪かった。100歩譲って買収は分かった。でも俺を役員にさせないとか、そういう妨害行為だけは。心配すんなよ、お前の進化を問うだけだ。ケンケンにそれだけの器があれば自力で登ってくれるはずで。俺も自力でここまで来た、これで対等だろ。食事代は俺がおごるよ。今日から1週間彼女と楽しんでけよ。お父様。その後、俺は宣言通りケンケンのお父さんが経営する飯田グローブを強行的に買収、取締役会には会社にふさわしい人材を指名しました。これによりエスカレーター式に昇進することになっていたケンケンの野望は水の泡と消えたのです。はあ、今日ももやしと豆腐しか食べられない。家賃も3ヶ月滞納しちゃってるし、この先どうやって生きていこう。え、マリモ？マリモ！え、ヒロシ君？どうした、こんな痩せ細っちゃって。私念願かなって美容師になったんだけど、お店の給料激安で、正直辞めたいと思ってる自分も嫌。とりあえず部屋貸すから、一旦全部金繰り捨ててこっちおいで。いいよ、悪いよ。命に関わりますよ。苦しい時は助けてって言わなきゃ。ありがとう。
俺は偶然再会したマリモにホテルの一室を与え、しばらく面倒を見ることにしました。くそくそ、絶対にのし上がってやる。何一人で騒いでるの？これが飯田ケンケンとの壮絶な抗争のあらましです。俺はこいつを蹴落とすつもりはありませんが、かといって助けるつもりもありません。男は男らしく自分で頑張ってください。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。